タカチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは、タカチャンネルです。今回はおもちゃを開けてないのがいっぱいあったんで、もうガシガシ開けていきたいと思ってます。早速参りましょう。行きます、せーの。はい、というわけで、こちらにございますのは衝動シリーズ92号と ZO です。そして、はい、こちら、衝動シリーズのプレミアムバンダイ限定の、シン&J セットですね。こちら開けましょうよ。いきます。開けてみましょう。せーの。というわけで、こちらがね、Q2 号ライダーなんですけど、開封が終わりました。こちらのね、Q2 号はね、かなり前に発売されたみたいで、2016年ぐらいに発売されてますね。すごくね、関節がね、柔らかすぎてちょっとすぐポーズがふにゃってなっちゃうんですよね。ポーズ取るとちょっとそこが難点ですけど、フィギュアーツを小さくしたような感じですね。以前の動画にもね、Q1 号ライダーが紹介しましたけど、こちらは Q2 号ライダーですね。 Q1 号ライダーが藤岡弘さんなんですけど、藤岡弘さんが途中退場しまして、そしてこちらの Q2 号が出てきたっていうことですね。変身ポーズとかね、撮るようになって、それまで Q1 号ライダーは変身ポーズ撮らずにベルトの風車に風圧を受けると変身するっていうシステムだったんですけど、 Q2 号から変身ポーズを撮って変身することができるようになったんですよね。はい、こちらがね、Q1 号の桜島バージョンですね。こちらの Q1 号桜島バージョンは生放送でアーカイブが残っているので、そちらで見ていただければ開封してある動画が 見られます。はい、桜島バージョンっていうのはですね、まあ Q1 号ライダーが途中退場した後に Q2 号ライダー出ましたけど、 Q2 号ライダーが登場してから20話ぐらい先になってからですね、やっとね、藤岡弘さんの怪我が治ってきてですね、復帰できるって形になったんで、こちらのカラーリングを変えたスーツが作られました。はい、こちらがZO ですね。仮面ライダー ZO。こちらはね、劇場版に公開された、93年ぐらいに公開された劇場版の仮面ライダー ZO という作品に出てきた ZO ですね。このライダーはね、すごくね、男らしいライダーで、やっぱりね、怪人のデザインもね、かっこよかったです、すごく。ドラスっていう怪人が出てくるんですけど、そっちもかっこよかったんですけど、こちらの ZO はほんとね、勇敢に戦いましたね。結構ね、短い映画だったんですけど、改造人間の苦悩みたいなのもやっぱり背負って、やっぱり初代の1号ライダーに影響されてる作品ではありましたね。確か天宮啓太監督がね、撮った作品だと思うんですけど、ジェットマンとかで有名な、ガロでも有名ですよね。ガロでも有名な天宮啓太監督が撮った作品ですね。こちらが衝動仮面ライダー VS TV01 仮面ライダーシン &J セットです。イエーイ、来ました。じゃあ行きましょう。早速開けましょう。これを待ち望んでたんですよ、僕は。よし。こちらはね、素晴らしくね、シンと J がついてるセットですからね。どういうパッケージなのか、ちょっとこちら見せましょう。おお、なんだこれは。なんかひび割れた壁みたいな感じですかね。こっから開けようか。あ、こう見た方がいいよね。行きましょう。せーの、じゃーん。おー、ショッカーのマークが、ショッカーマークが入ってますね。はい。あ、こういう形になってるんですね。はい。シンプルなデザインですが、かっこいいですね。結構ね。はい。かっこいい。下には、パーツの取り付け方とか、剣パーツの取り付け方、台座の使い方、ジオラマの作り方、などが、書いてあります。では早速どんなセット内容か開けてみましょう。そっか、ジオラマは紙製なんですね。あ、ラムネがゾン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 、いきなり出ました。ドンドン、はいはいはい。あ、こんな風にね、ショッカー戦闘員が入ってますよ。はい。そして、あー、出ました、J 君登場です。 J、 はい。そして今度はなんだ、お、ジオラマ、ジオラマ。これ、ちょっと組み立てるの楽しみです。はい。そして、あとは、出たー、これが欲しかったんだ。シン。
シンが出ました。シン、シン仮面ライダー、はい、グロいですからね。はい、うわ、いっぱい入ってる、戦闘員が、戦闘員たちが入ってる、いっぱい、はい、入ってますね。はい、こちらの戦闘員ですね。はい、はい、まだ戦闘員がいます。戦闘員、こんなに戦闘員いっぱいいるんです。はいはい、セット内容は以上となります。はい、じゃあこちらをちょっと組み立ててみますんでね、いきます、せーの。はい、というわけで、完成しました。ジオラマセットと、ショッカー戦闘員、そしてネオライダーが完成しました。はいはい、どうでしょうか。こちら一つ一つちょっと見ていきましょうか。まずシン、シンですね。シン、シンはグロテスクなライダーですけどね。以前ね、SH フィギュアーツの紹介しましたけど、こちらもリアリティが、まだ食玩なりのリアリティがありますよね。 J ですね。 J はね、 Z 音に似てるんですよね。先ほど紹介した Z 音に似てるんですけど、カラーリングがほとんどそっくりで、でも巨大化するライダーなんですよね。巨大化するライダーです。はい、ウルトラマン同様巨大化するライダーなんですよね。取り囲まれてますね。仮面ライダー91号と92号が取り囲まれてます。はい、戦闘員にね。はい、こんな感じで、おお、倒れやすいんだよな、これがポロリが多くて、ポロリが多くてね、倒れやすいんですよね。はい、いいね、これね、かっこいい。でもかっこいいよ、これ。ジオラマセット。ショッカー戦闘員の顔もね、よく見ていただきたいんですけども、ちょっとね、顔がね、こんな感じでね、それぞれ顔がね、違うんですよね。若干顔が違うんですよ、戦闘員の顔が。こんな感じで、素晴らしいですね。かっこいい。はい。衝動 VS の、PB01 秘密基地で戦ってるシーンがね、再現されてますよね、こちら。はい、すごくリアルです。はい、面白いですね。はい、次回もまた見てください。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、グバイ。こんにちは、客チャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タケチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。